好金色的时刻我们有了时刻我能爱带什么事我是陈静今天也请多多关照月曜日のライブ本当にあの意外な、ね、トラブルで残念でした、また今年、もう一回ライブしますので時間決めたらまた皆さんにお知らせしますよろしくお願いいたします、就是星期一那个直播非常遗憾因为 YouTube 的那边的、一些这个问题我们没有能够直播但是年底今年年底、我们还会做一次直播、如果日子定下来然后再向大家宣布今日の内容は勾脚そして体脂平衡つないでいきます今日の内容勾脚結構みんなあのよく聞いたことないかもしれないんです。あと、あのこの勾脚なかなかその書目の中に出てくるのは少ないと思います。だけど、あの電動拳とかいろいろその研修の中にも出てきますので、今日練習させていただきます。一緒に、ね、練習します。そして勾脚と体脂平衡こう練習していくと、もちろん勾脚のその腿法の練習をちょっと皆さんマスターしていてあと支えてる方の左の足のまあもちろん反対の、左勾脚の時右の支えてる足すごいそのバランスあと 筋力練習することできますしあとあの先も言ってたバランスもできますので一緒に頑張っていきましょう。今天我们训练的内容是勾脚接体脂平衡。这个勾脚呢，其实我们在很多套路里面很少能够听到过。但是其实这个勾脚在，传统项目里面有很多项目里面都会出现。今天我们来训练一下，然后勾脚和体脂平衡这个连接起来，我们的支撑腿的这个支撑力。能得到很好的强化训练包括我们的平衡力都会得到一定的训练好的那今天我们就一起来练一下嗨始めます开课了好的那就大家先看一下我的示范动作まず見本どうぞ見てください OK 今日の勾脚那好的那就是刚才我们大家看见的这就是勾脚まずゆっくり足の動き一緒に流れていきます好的那我们先做一下脚的动作右の足勾脚しますので左の足一歩そして左の一歩を出して次右の足後ろから前にゴーつま先を上に向いてかかと、ね、かかとパン吸っていく、ね、ゴーそしてそのゴージャーの時左の足屈伸していきます、ね、はい屈伸して次そのまま TC になりますこれは足の動きです。刚才我们做的是脚的动作，就是左脚向前，然后我们右脚勾出来，勾的时候完了以后，我们膝盖要定直，左腿下蹲，然后直接抬腿做体膝平衡。はい、この足の動き大事な。勾脚終わりましてそして手と合わせていきます勾脚の時ははい勾拳勾脚勾拳ね実は同じでしょう、ね、勾脚勾拳となりますので、ね、拳こう下から上に勾拳左の手は自分の腕の内側を押さえますそして TC の時右の手横から倍拳左の手は胸の前に収めてください
嗨，刚才我们动作呢，勾脚和勾拳，好记吧？然后呢，就提膝的时候，我们手放平，右手围摆拳，左手放在胸前就可以了。嗨，じゃあ皆さん、あわしでいきます。好的，我们就开始训练，慢慢的一起练两次吧，练两次。一緒に2回しますね。はい、左の足、そして右の手こぼし、左の手掌。はい、屈伸しながら左の足、ゴー、ね、後ろから出していきますね。ゴー、上。そして、はい、T 字の用意して、手も横から、バイチュン、T 字ピンフン。そして目線は自分の右の手、グーのところを見てください。はい、OK。再来、いつも一回いきますよ。はい、左の足前、そして右の手、あ、右手。现在应该是讲汉语的事。再来一次讲汉语啊。右手为拳，左手为掌，左腿下蹲。好的，我们勾脚、勾拳完了以后。准备提膝平衡摆拳，我们的那个眼睛要看左拳右拳，看我们的右拳。嗨，OK， 자이제고래니아시데니카이다리마스。好的，那我们就跟着口令来两次。一起，啪，勾。你他，嗨 ，OK， 一开，我一开，行吗？走，开始，一、二，嗨，いかがですか？結構面白いでしょ？簡単でいろいろなバランスも下の支えてる足の筋肉も練習できるから。やって挑戦してみてください、そして本当にめっちゃ寒くなってきましたね。もうなんでこんなに寒くなったというぐらい寒いんです、まあ、よく考えたら冬はもともとこの寒さですね。なので、みんなもぜひ、風邪ひかないように風邪ひかないように気をつけてください。ね、やっぱりこう、ちゃんと、湿度保つようにとか、あと服の加減、ね、ちゃんと気をつけていきましょう。皆さん頑張ろう。はい、それでは今日の練習ここまで終わります。ありがとうございました。好、今天训练就到这里。谢谢大家。はい、バイバイ。明天见、また明日。バイバイ。